日から国風展が始まるということで、このグリーンクラブで立春盆栽大市っていうのをやってるそうで、今日はちょっと手伝ってもらって盆栽プラスさんと一緒に来ましたので、こうなんか業者さんがたくさんいるのでちょっとビビっておりますが、ちょっと行っていろいろ宣伝して、明日以降来てみんなが楽しめるように見ていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、この春泊、これ値上がり、値上がりです。かなり盆栽に詳しいんですけど、長いんですよ盆栽。いや大したことないです。2年ぐらいこうやってインスタに出してます。これコメントもこうやって。あ、本当だ。あ、すごいですね。出してますよ。いやでも実物はやっぱ大きさがあるから、大きさがねやっぱり大きいですから。そうですよね、こうやって。これが昔の写真で、はい、これでぐるりからねこうしてやってるんですけど、なんか賞取ったやつとかこの中にあったりとかするんですか？まだね、あのほとんど未発表で。ああ、マジですか。これが国宝に出とるぐらいですよ。他はまあどこも出してるない。なるほど、はい、いやチャンスですね。お客様に買われてね、お客様が出していただければね、はい、なるほど、それでいいんですよ。わかりました。僕らはもう裏方ですから。はい、秋山盆栽と申します。まあ、国風展ですので、はい、国風に出品された方が結構お見えになるんですよ。はい、でやっぱそういう方に向けのちょっと高級な盆栽から、まあ、初心者向きのこう、なるほど、安いものまでこう取り揃えておりまして、はい、なのでこれから今度改作をしたりとか陣を向いたりとかして作っていくような素材、そういったのもたくさんこう取り揃えております。お手軽なものはこの辺の、はい、そうですね、このエリアにずっとたくさん置いてございますので、まあ、こういう赤松とか、はい、あ、赤松、はい、あ、かっこいい。この幹の古さが風雪に耐えて幹がこうすごい曲がってるんです。でこう押しつぶされながらも力強く枝が伸びてるっていう情景の盆栽を表現しています。ちなみにあのプラスさんとお知り合いだったみたいなんですけど、はい、どういったあれだったんですか？あの画風展で、画風展でお会いしまして、はいはい、その時にちょっと、はい、僕は記事なんか見させてもらって、はい、あのファンですっていうような。あ、なるほど。、はい、それが始まりでして、すいません、僕がちょっと勉強不足で。いえいえ、すいません。はい、近代盆栽さんとか、盆栽世界さんとか、あ、なるほど、月刊さつきさんとかね、盆栽の専門誌でよく改作っていう工期の形を作り変える作業の記事で僕出させていただいてるので。すごい、これも面白いですね。そうですね、これはね木目がすごいですね、これ。これはね、本当にね、古いものですよね。綺麗、大木もあったんでしょうけれども、はい、まあね、雷が落ちたとか、なんか風雪に影響で頭が枯れてしまって、だけれども下枝だけで生き続けるっていう、なるほど、非常に激しいというか厳しい情景の盆栽ですね。山鳥ですね。ですか、はい、じゃあこのシャリも自然なってことですか？これも全部自然ですね。こういう全部木目が出てるのがすごい綺麗、そのまま当時のまま、はい、昨日の放送ですか？昨日の放送ですね。昨日の12時55分頃です。はい、じゃあご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。で、彼女は彼女で、あの日中文化交流誌の和歌っていう雑誌の編集長やってます。へえ。で、僕も、まあ、一応盆栽美術館の館長ということで。あの盆栽美術館の館長？はい、あの江戸川にある春海盆栽美術館っていうのがあって、そこで、はい、先生があの小林くんによって行って、あの、あ、そうなんだ。教えてもらって。で、はい、最近、まあ、2年ぐらい前にこの本出しまして、これが、盆栽の入門書なんですね。今までの小林先生の作品、あの著作っていうのはどうしてもこう上級者向けのものが多かったんですけど、はいはい、要はでももっとこう普及させる必要があるなと思って、まずその盆栽を作る心構え、魂とはっていうのが、そうですね、自然から学んで木の形を鉢の上に表現していくっていうところです。なるほど。これ Amazon とかで買えるんですか？これはい、Amazon でも買えますし、盆栽美術館にいらしていただけると、はいはい、もう小林くんよがいれば本人のサインもいただけますんで。なるほど、はい、YouTube もやられてますよね。やってるんですけど全然集まらない、はい、盆栽級さんほどじゃない。じゃあ今度一緒に、はい、
出していただくという。もう YouTube 界の巨匠に僕は教えをこうぜひこういたい。また行かせていただきます。そうですね。一押しの。一押し。僕一押しですね。なんか一押しされてる。はい。一押し。どういうことなんですか一押し。雪山園さんで修行をされてるんですよね。そうですね。そうですよね。もともと出身は。出身は香川県の高松市って。はい、黒松とか五葉松で、はいはい、生産で生産に、はい、そう有名なところです、はい、そこから今山梨県の秋山園で修行させていただいています。おいくつなんですか。今僕27です、はい、じゃあ今後はどうする。今後は今修行5年目 で、はい、で来年の春に6年で6年終わったら、まあ、高松の方に、まあ、父親がその盆栽園やってまして でそれを、まあ、あとこう継いでいくっていう、はい、じゃあ未来のいやいやそんな全然、ね、はい、大されたものではない。ちなみにお家の盆栽園のお名前は、はい、は山地山椒園で山の松の園です。へえ、はい、山地山椒、ええ、ちょっと長い付き合いを。そうですね、僕はもう若手を応援することに若手と言っていいのか分からないですけど、はい、頑張りたいので。少ないですね、いつもよりね。少ない、はい、多いのかなと思う。寝巻きの量がね、いつもの3分の1ぐらいしかないですね。あ、そうなんですか、うん、やっぱコロナだしね、人が来ない。盆栽オーナーのタイガさん。あ、はい、お久しぶりです。どうもお久しぶりです、はい、仙台は来なかったんです、ね、仙台はちょっと呼ばれなかったので、うん、呼ばれなかったな、残念ながら。カッタ君と2人で行きました、はい、お疲れ様でした。いやいや全然。今回のおすすめを教えてください。おすすめはやっぱりこれから花咲くのはね、ボケとかですけど、ボケ柿が安いですね、向こう側にはね。いきましょう。よく花芽ついてますね、ローヤ柿ですね。お杉がね、2本ほど混じってるんですけど、はいはい、ちょっとわからないんですけど、うん、そうなんですよ、混じってて、うん、なるほど。咲かないとわかんないですね。基本はメス、メス。基本はメスです、お杉は2本だけですね、うん、咲けばメス木はヘタがついてるんで、はいはいはい、うん、わかるんで。なるほ ど、 ですけど、これは安いです。花芽付き、花芽付き良好です。2000円です、はい、今日はもういつも通りのこの調味に、うん、そうですね、豆盆栽ですね。豆盆栽、金図がちょっとかわいそうですけどね、その寒がるんで。あ、だから帰るときちょっと保護してあげて。なるほど、はい、帰る。かわいいですね、実がなってるね。かわいいですよ、うん、こんだけちっちゃくてね、実になりますからね。そうですね、あとはもうポットで、うん、自分で、はいはい、いつも取れたかったら自分でポットで買っていただいて、このポットで買って、うん、そっち鉢がね、鉢も、はい、ありますね。ちっちゃいのいっぱいあるんで、いろいろありますね。500円の均一のものから、1個800円とか2000円、3個で2000円とか、手塗り、うん、これはもう一層さっていって、うん、全部手作り、手作り、手作り、ロクロでね、うまい、きっちり作ったり、1個800円ですよ、はい、手作りで。そうです。でさっきまで原始水産って原さんの鉢があったんですけど、はいはい、それは中国のバイヤーさんが全部釣って売れちゃいました、はい、でこれあと自分の鉢です。はい、なんですか、作ってるんですか。作ってますね、はい、ちょっと宣伝し宣伝、そうですね、長石さんっていうところのね、茨城県の有機地なんですけど、はいはい、そこで作らせてもらって、そこまで行って作ってるんですか、はい、そうです、だいたい週に1回ぐらい、すごい、うん、でこれエバチですね、自分の初めてのエバチですね。初めてのエバチ、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど。なるほど、うん、そうですね。今度盆栽教のロゴマーク書いてくれたら僕全部書いてるそうですか、ぜひ作ってください。少ないですね。ケヤキとかもいいですね。ケヤキがこれすごい、これ超かわいい。ここが短くてね、ここがっていう、いいですね。すごいこういうの作るのは難しいですね。はあ、変わったやつ、いや、まあいろいろこういうのも仕入れたりはさせてもらう、仕入れでまたね、何年かかけてこう手入れしていくんですけど、まあこれなんかずっと昔から私お客さんとずっと作ってきたやつで、本当にいい動きしてますけどね。画風展も行ってお見かけしたんですけど、はい、ね、僕もそう、ちょっと声かけれなかったんですけど、いやいや見たんですけど、全然別にかけてくれた。いやいや、僕自体が、はい、僕も修画展で見たんですけど、ビビって声かけました。全然別にそんなつもりはないんですけど、ね、有名人だ、そんなことはないんですよ。何もただのその辺の人ですね。こんな非売なんかすごい綺麗ですよね、今地域はね。それこそこんなのなんかもう本当に心拍のシャリみたいなね、はい、いやー綺麗ですね、はい、これだけのために1年間管理培養しっかりして
でこの本当だって数週間ですよ、梅なんか履かないですから。最低その本当数週間のためだけに1年管理培養してもう散っていく姿なんか履かないもんですわ。でも満開の時は最高に綺麗ですよね。このね、なんていうか桜梅、こういう儚きこの花の散る姿とかそういうところまで楽しむ。もう夏の間管理してる時はね、葉桜なんてもうなんだかわかんない、ただのその辺の木と似たようなもんなんですけど、やっぱ落ちたこの花の時期っていうのは最高ですよね。今回国風には出されてるんだ。私のお客さんの扱いはみんな後期でしたね。後期電気は後期。あ、なるほど、はい、そちらもチェックですね、はい、YouTube 出るのは大丈夫？大丈夫よ。なるほど、どんどん出して高松出身なんで、はいはい、高松は特にこの黒松がね、そうですね、有名な生産、まあ黒松に適した生産地なんで、はい、もう 90% ぐらい黒松です。松陰盆栽、松原さん、初代国風店の会長が松原さんなんで、はい、その方の影響で高松も商品盆栽が、多いです。へえ、これすごいです。3つあるんですけど全部すごいんですよ。お客様が、まあ、所有されたもので、はい、もうだいぶ年齢が来たのであの、まあ、売ってくれということで扱ってきた木なんです。あ、そうなんですか。あの手入れは私が全部して、まあ、古い山取りの木なんで、はい、まあ、貴重な材料になります。なるほど。樹齢だったら200年とかね。すごいですよね。そういう樹齢になるんです。それは赤松。赤松。すごい。これだから売り物ってことですもんね。国風店に出てる。それ第77回。すごい。あ、こっちもだ。うん、これ80回の国風店。すげえ。どうですか、トラさん。買ってる感じ。いや恐ろしくて。値段もだ。お客さんの売りたい値段があるんで難しいんよ。大体のな今の盆栽の相場ってある、はいはい、日本に残したい貴重な木なんで日本のお客様が買ってくれたらいいんですけど今ほとんど中国なんでそうですね、悲しいかな。商品も結構多いですね。そうですね、まあちっちゃいものがね、まあ大きいものだったらね家に置いとくスペースがいるんで。画風店の実あ、そう、京都のほら、はい、画風展、の今実行委員長、実行委員長やらさせてもらってます、はい、あと YouTube、 あ、 YouTube ね、チャンネル名をお願いします。工事平松高松盆栽チャンネル、はい、登録お願いします。ぜひ皆さん登録お願いします。概要欄に貼っておきます。 あ、 ありがとう、はい、じゃあそっち、まあこういうビフォーアフターをね、私もう YouTube に流すだけ。面白いことは言えませんがいや面白いからこれも面白いですね。なんかどうなってる、あ、これ、あ、うん、あ、石付けかと思ったら違うんです。石付けじゃないよ、根っこが張ったやつで。へえ、まあ盆栽一本一本ほら形が違うけどね。じゃあ3階が商品盆栽組合が貸し切ってるの。貸し切ってる場所だ、はい、ということで、はい、秋元園芸さんお世話になってます。あ、今撮ってんの。今撮ってますちょっと商品見せていただいても、はい、やっぱだからみんな全部商品ですもんね。ここ大体ほぼ商品。そうですよね、商品が欲しい方はここに来るといいかもしれない。これ私が作ってますので。あ、本当ですか。はい、シロさん私が作ってますので。若干あるかな。へぇ、若干綺麗になってますよ。若干入れてますよ。もうみんな綺麗。見るかな、はいはい、シロさん、シロさん、はい、の作った食、はい、コーナーですね。すごく材料が良くて出来もいいです。ものすごくいいです。材料は何。材料はシタン。え、シタン。シタン、あ、シタン、紫の、はいはい、段木の段、はい、どうぞ。こういうのって一個の木から作ってるんですか、それともどっかでつなぎ合わせてる。つないでます。ああ、全然わからない。わからないですね。例えばこれやったらここでつないでるんです。はいはいはい、ね、ここにあのつないでるのが。じゃあそういうところが腕の見せ所というか。そうなんです。腕の見せ所言うとちょっと大げさやけどねこれなんかだと箱飾りの天板のところに乗っかってるんですよ。
その上に黒松乗っかってるパターンのやつがすごく多いですね、はいはい、かなりいい展示会でも使われてます、うん、古い食と並んで一緒に飾られてます。値段も見ていいですか。値段はまだ書いてない。だいたいこれで1万円ぐらいもらってます。足をちょっとつけるだけで手間が全然変わるんです。なるほど。じゃあこっちのが安くできます。そう、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします亡くなったいわゆるぶっこ作家って言うんですけど、この鉢もあるし。なるほど。半々ぐらいですね。半々ぐらい。現代小鉢と。でちなみになんかじゃあ古いやつとか見せていただきます。古いやつのとこはいっぱい。月野は優先さんとか、ジェシンさん。ジェシンさん。ジェシン。岡谷ジェシンさん。あ、好きなんですか。ですね。まだまだいっぱいありますよ。平安東福寺だとか。大体これで何年前くらいに作られたの。60年ぐらい前じゃないですかね。盆栽鉢ではね、もう有名な平安東福寺、はい、僕でも知ってるこれも同じですね。お値段書いてありますね、はい、おすすめの方とかで、デーモロだとこういう渡辺一光さん、床の作家さんですね。エバチ、こういう細かい。仙山。仙山さん。はい。新しいですもんね。うん。すごく絵うまい。現代小鉢作家展で去年金賞を取った人ですね。絵付け部門でね。なるほど。鉢はやっぱお好きだと思うんですけど、はい、売りたくないとかいう気持ちにならないですか。なりますよね。商売やってますからね。そうですよね。やっぱ好きだとね、そうなっちゃいそうですね。はい、こういうのなんかね、珍しい宮崎一石って言って、はい、宮崎一石のボディに今現役で、もう結構高年齢ですけど、あの月光さんっていう人が絵を描いて、今ね一番ね。すごいのがこの人です。これ二谷武山って言って現役の人ですけど、赤の極みっていうこの本を今出してる人ですね。へえ。福島武山、二谷ですね。二谷武山とかいう。長嶋茂雄と松井秀喜が国民栄誉賞を取った時に内閣総理大臣賞で。お皿を送ってんですよ、うん、その時書いた人ですね。有名な人です。国も認める、うん、めちゃくちゃ細かいな。もう分かる。多分今日本一です。はい、これはじゃあ皆さん動画を見て手に入れる。金額も高い。金額もね180万セレブの方はでも愛知県の常滑鉢の産地、産地です、ね、作ってるところでメーカーから直接の、なるほど、で卸しを主体に、はい、あの販売をしています。床十本関と申します。関さん、よろしくお願いします、はい、お願いします。この辺はもう熟練した、うん、作者で、まあ、霊峰さんという方の、はい、まあ、泥鉢と、はい、でこれは同じ方なんですけど釉薬の今、中国で大人気のオリベ、はい、小さいのもやってるんですけども、はい、こういったものも常滑の永明、永明、はい、はいはい、鷹山陶芸の永明、はい、形もちょっとそれぞれ違ったもので、まあこの辺も使い勝手のいい、値段的にも、うん、そうですね、手の届くまたここからちょっとあのお値引きはさせていただきますという、あの案内は大丈夫ですって。YouTube を見たって、ね、はい、はい、お値引きを、はい、で、ね、この辺もちょっと人気な紅葉さん、紅葉さん、はい、ちょっとこの辺はね、常滑ではないんですけども、はい、絵の鉢でこの辺はあの台湾の作家さん、なんか面白いですよね。うん、独特なというか、なんか鳥山水画みたいな。そうですよね、この辺もちょっとなんかね変わった、怖いというのか。これ見たことある。それ誰ですか、作家さん。あ、これですか、はい、これは昭和
ていって、はい、これも同じなんですけども、またあの日本の方なんですけども、竜だったり、これちょっと他の柄だったり、なんか日本の昔話になってる、そう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 、そうですよね。僕めっちゃ好きなんですよね。いろんなね、これまた四国の作家さん、京極志峰さんって言われる方の、まあ、これはちょっと大きめの特別な作品ですね。京極志峰。だからまあ、そうですね。この辺も人気のところも常滑なんですけども、美芸さん。はい、いろんな形で、まあ、綺麗に仕上げてあるものですから、これも海外でも、ヨーロッパも皆さん大好き。はい、またまとめ買いの。まとめ買いのチャンス。お値引きも、ね、多少、はい、やらせていただきますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。あの、映像綺麗ですね。ありがとうございます。いいカメラ使ってるんですよ、だいぶ。なんか宣伝、どうですか？宣伝、うん、なんかおすすめの商品があれば。新しい商品がね。あ、新商品。まあ、地味ですけども。針金切りが新しいんですか、うん、フッ素ニッケル加工をした、まあ、ニッケル加工、はい、サビとヤニ強いを作りました。新商品です。はい、本当にものづくりが今大変なんですよ。なかなか注文出しても材料からが入ってこないと。なるほど。あと値段ももう毎しょっちゅう上がってきますね。この辺がうちのオリジナルですね。まあ、ジャッキなんか特にそうですけど、うちの、あの縮めるだけじゃなくてこれ伸ばす広げる機能がついてるっていうのはオリジナルで、今日本でこうジャッキ作ってるのはうちにしか販売してないかもしれないですね。あ、そうですか。うん、これなんかもね、これ見たことないですね。うん、これ両方動くんですよね。こちらも動くし、こちらも動くし、普通のジャッキはこう押すだけなんですよ。押すだけですもんね。押すだけなんですね。そうか。ただし押しても広げるこにはこちらに爪をつけると広げることができる。こことここで縮めますよね。はいはい。こことここで広げることができるんです。あ、なるほど。うん、ここと。これが私が考案した。まあそんなに宣伝はしませんけども。これはうちしかないんです。なるほど。これもやっぱりお客さんのアイデアで、で動きますから、稼働しますからね。こういう形、こういう締め方もできる。これもあれですか。ウェブで販売しても大丈夫なやつ。もう、じゃあ、もう、販売してますけども、あまりやっぱりここまでこう、ね、使われるお客さん少ないですからね、ね、マニアックですね。いや、いずれ、ね、いずれ、うん、いや、僕もちょっと欲しいなって今、思ったん で、うん、で。商品盆栽はね、こういうのですごくいいと思います、ね。そうですね。指でやると一気に力が加わって、ボキッていくでしょ。はいはい。少しずつ動かす。なるほど。手入れ台も。いいですよね。これ、あ、3D です。あ、傾斜が自由につけれるんだ、うん、すげえ。角度を見るときにいちいちこの、はいはいはい、やりますよね。差し込むやつをあの大きさ変えたりなんかして、はいはい、でもこれは動かすことによって自由に変える。いや、前からこういうのはあったんですよ ね、簡単なやつは、はいはい、こういうのはあったんですけど、でこれ高さも70センチまで上がりますので、そういう回転台、あとこのペンリールね。なんすかこれは。針金を収納しておく。これもですね、銅線の場合はこちら側にリールを取り付けて、はい、ハンドルにして、でこうやって巻くわけです。糸巻きみたいな。ああ、なるほど。アルミ線ぐらいのサイズに巻いたものはここが外れるようになっているので、スポット、はい、ここに入れられる、入れて止められる。ちなみにお値段どのぐらいなんですかこれ。今定価2万8000円の消費税ですけど、次作るロットからまた1割以上上がってしまいます。ああ、じゃあ今買っておいた方がお得。そうですね。もう残り少ないですけどこの値段で。針金通し、はい、植え込みした後ちょっと木が揺れるな、もう一回針金通したいなっていう時、針金土の中から入れると入らないでしょ。はいはい。そういう時は、まあ、これ針金これを突き刺します。先端まで、はい、これ硬いから土通せますよね。ついたらこれを外して先端にこれを抜くわけですね。そうすると、土の中に針金が残るわけです。もう一回縛り直すということができる。鉢の下から入れる。そうですね。なるほど。穴から、はい、実際販売お願いしてもいいですか。ああ、はい、実際、うん、ああどうぞやってみてください。ちょっとやってもらっていいですか。これはね、実演
あ、でも綺麗になってる。光沢が全然違うでしょ。まあ、磨くだけでも相当ね、違うんですね。軽い軽くなってる、うん、軽いです、やっぱり今までの切れ味知ってる人じゃないとこの違いは分からないですね。スーッと入りますね。これも、これを売ってるってことですね。これ売ってるんですね、はい、なるほど。こちらダイヤが付いてますから本格的に研ぐこともできます、この辺がやっぱり人関係の商品がよく売れてますよね。これは昔はこう大きいのしかなかったんですけども、こういうのですよね、うん、こういう小さいめ の小さめなものはですね、あ、これ結構ね、うん、欲しがってる人多いです ね。うちもこれはもともとこういうのって一般ユーザーが作れる刃物ですから、はい、我々は商品化したんですけども ね、これね、これ細かいところね、うん、あのロングセーラーですしね、まあ、これは形はもう歯石取りですから、うん、もう歯の歯石を取るぐらいですから、木なんかでね。でもっとね、入れて細いんですよ、僕の持ってるやつ。あ、なるほど。だから結構動いちゃう、うん、だからこれは盆栽用じゃないんですよ、本来は。なるほど。私がこれあの盆栽用として出したら、皆さんから本当に評判で、ないと思います。盆栽用でこれ作るともっと偉くかかった。そうですね。そう、結構なんかこの限定商品で安いのあるから、うん、そうです、一式揃えるのもいいかもしれないですね。これはあの定番じゃなくて、名前を入れなくて、はい、パッケージに入れないとか、ちょっとサビが出たやつとか、これとかだって、うん、なんか全く変わらないってことですね。立春盆栽大市、立春盆栽大市、はい、が、今日プレーオープンで、今日プレーオープンで明日から本番、はい、明日が本当オープンですね、ということで、はい、8日、はい、8日から、16日までやってるんで、あの16日は最終日なんで、普通は5時で終わるんですけど、夕方の5時までやってるんですけど、最終日だけ4時で終わりですということです、はいはい、ありがとうございました。多分ね、全体の1割ぐらいしか紹介できてないんで。あ、そうなんですか、はい、あ、そうなんですね。いろいろ見ていただければ、はい、いろいろある、2階も3階もあるんでお店、はいはい、ぜひお越しください、ありがとうございます。本谷温泉近く、うん、おう、はい、お寺近い、うちまで本当にな、愛媛ってことですね。これ多分未生だったら、うん、石槌、この愛媛から持ってきてるんだったら、そういうことなんですか。こんな商品の地元でしょ。もうと山は隣同士なの。あ、そうなんですか。そう、じゃあ地元の御用松。そうです。こんなに発祥よかったですね。いいやちょっと今これ欲しいなって見てて、はい、でちょっとお話聞いてるんですけど、これ多分動画出したら結構来ると思います。本当に、はい、始めたばっかりの人が、ね、そうやるのにいいですよね。じゃあ僕この2つちょっと欲しいなと思って、はい、これはねサービス品やけど、サービス品だそうですので、この値段で懐かしいですね。懐かしい。すいません、お願いします。ということで、これはぜひ購入させていただきました。これらは肥料やっと伸びてるやつ。伸びてる。ああ、なるほど、うん。で、こっちは5月に抜いてる。うん、これは抜いてないけど、これは小のいいやつ。あ、もともと小がいい。もともと小のいいやつ。でも、これらでも肥料をやったら伸びる御用は。ほとんども年間通し肥料をやらない。ね、葉っぱが伸びて固まってからに肥料を置く、うん、あ、そうなんですね、うん、あ、こうちょっと今見てきた中で僕のおすすめゾーンだな。ですね。個人的な。